こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットプラス。ごきげんよう。スターホースポケットプラス始めていきましょう。私は喜多方くるみ、よろしくね。農園で収穫できるわよ。農園で収穫できるわよ。こプレゼントが届いてるわよ。さあ、片の太陽ですね。繁殖を行います。あまり振るわない成績でしたが、果たして今回は。まずまずかしら。まずまずかしら。いい配合ね。まずまずかしら。まずかしら。まずまずかしら。これはダメだわ。まずまずかしら。これはダメだわ。まずまずかしら。いい配合ね。まずまずかしら。いい配合ね。いい配合ね。まずまずかしら。まずまずかしら。いい配合ね。ヘアグルーヴか。まずまずかしら。グッバイヘイロー行きましょう。いい配合ね。生産。ここまではまあ順調だろう。え、これは雷。まだなんかある。これ初めて見たな。なんかゴールド。まだある。怪物爆弾。なんかすごそうに見えるが。あら、かわいいわね。なかなかの素質、わからんな。グッバイって昔あったよな。へへ。すごい、あの、縁起の悪い、ね、場面だな。カタノ日没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 。これですよね、普通に。青影ですかね、これ。毛色が。毛色が描いてるわけじゃないの、こう。私と？もっと面白いギャグは言えないのかしら。デビューさせましょう。え？
家内の晩成馬だな。気合い入れていくわよ。いや、新馬ももう何もなくなってる。下すりゃ未勝利戦すらなくなってるかもね。てか今の未勝利戦ってもう夏で終わりなんじゃなかったっけ。福島の未勝利戦とかなかったんじゃないの。じゃあ行きましょう。どのぐらいの能力か試していきます。この子なら心配ないわ。 1.0 倍ですね。最低限。ただいまより投票受付を開始します。さあ、色は黒影かな。まあ足毛かも。足毛になるかもしれないけど、さあ新馬戦です。淀の坂越えを各馬がどうこなすかにも注目です。スタートを切りました。12頭まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでやりましょうか。花を切ったのは1番片野日没、外から1頭ナイルアワー、その内からは3番リュウアンデルセン、ステラメイジがかわしていきました。それからドキメキファーバー、そしてそのうちに2番ゴーヨローレル、その外からは11番モミジブレーブ、そしてその後ろからシーザーセレナード、それからきらめきワンダー、これと一緒にアリーフェイクス。12頭第1コーナー右にカーブを取ります。それから光パワー、ガリバーギャップ、もう一度前から整理してみましょうか。ステラメイジがレースを引っ張るようになりました。片野日没がこれを見るようにしていっています。リュウアンデルセン、ね、外を通ってナイルアワー、そしてちょっと離されまして2番ゴーヨローレル、それからもう1頭ドキメキハーバー、モミジブレーブ、シーザーセレナード、内から1頭キラメキワンダー、アリーフェイクがその後ろ内を通りまして、光パワー、京都のスタンドが揺れています。先頭を行く緑の帽子はステラメイジ、懸命に手を動かして岡部と旗の日没、先頭岡部と旗の日没、外から懸命にステラメイジ、さあ先頭は旗の日没が2馬身リードのアリーフェイクも差を詰めてきている。ここでは負けられない旗の日没、ガリバーキャップ懸命に追ったアリーフェイクが3番手に1着旗の日没。負けた方が良かった。どうなんだろう、あまりいいか良くないかもしれない。当然の結果ね、まあ、1着1番おめでとう。スタート1400、勝てるかしら。ここでも 1.0 倍なんですね。投票受付を開始します。普通こういうとこでは違う条件だとオッズが落ちるんですが、 1.0 倍で落ちないですね。これって血統はいいっていうとこなんでしょうかね。でも血統能力があるだけで走るとは限らないってとこですかね。ゲートイン終わりました。体制完了。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。スタートの悪い馬がいますが、2番タカラチャンプ、これは追い込みの馬ですから大したことはないと思います。果たして何が行くのでやりましょうか。先手を取ったのは片野日没、8番キャベツフェアリーが追いかけます。そしてその後ろからタイプライター、4番グランドアンプル、外を通って5番カリオンシャトル、その後ろでやりましょうか。砂漠タッチ、七色コスモス、ラブマシンガン、オアシスパサー、それから11番チクタクアピール、3番ホークスホーム、しんがりから宝チャンプでやります。そして1番人気の片野日没、なかなかいい感じ。さあ第4コーナーを回って府中の長い直線、大歓声に迎えられて片野日没、先頭カリオンシャトル懸命に追う。さあ先頭は片野日没が大きくリード。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。依然先頭片野日没、ちょっと差がある。オレンジの帽子ただ一つ、どん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 ゴールに向かう片野日没、楽勝ムード片野日没、これはもう楽勝です。後ろからは何にも来ない、片野日没圧勝。ダート対応もこんなんあったからな。よく頑張ったわね。でもダートもいいですね。これはいいかもね。ダートの方がいいかも。3着。すごい。出
中長距離であることはもう判明ですね。片の日没、島田とともよい、島田と特製も見えちゃいましたね。こちらも 1.0 倍ですよ。これ本物かも。各馬のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。スタートを切りました。12頭まずまずのスタートかと思います。先頭に立つのは何か。パイプライパーが先手を取ります。外を通って7番ミナトヒーロー、カパの日没がかわしていきました。そしてその後ろからサバクタッチ、そのうちルイスドリーム、4番シーザーファイブ、9番黒い馬体ビッグエール、七色コスモスがそのうちにいます。それからもう一頭タンコを取るか。そして外からは11番カリオンシャトル、ネスキャベロン。さあ向こう流しに入りました。一番後ろにノーベルイニング、先頭の方はどうなっているか。今日も勝利をつかむか。片野日没と岡部騎手、4番シーザーファイブ、その後ろ3馬身くらいあって9番ビッグエール、そのうちに3番七色コスモス、そしてその外に6番タンコを取るか。カリオンシャトルがその後ろ、ネスキャベロン、ノーベルイニング、徐々に差を詰めます。さあ一塊になりまして第4コーナーをカーブ、先頭行くインクロボシは片野日没、レースドリーム懸命に追う。外から何が来ているのか。ビッグエールか。先頭岡部と片野日没、ビッグエール懸命に追った。外からビッグエール、ここでは負けられない。片野日没、片野日没一着、後続を嘲笑うかのような逃走劇であります。気象が分かった。なかなかやるじゃない。ハイの3連勝なんかこの子にとっては伝説を序章に過ぎないわって言われてますね。さあここでを選択肢ですね。行きましょう。何か用？この辺も変わらない。うん、いい感じじゃない。色がすごいない、ちょっとグロい。知ってるかしら。おー、どうかしら。いい感じだわ。何か用？まあ授業あるみたいな。ジャパンカップかな。みきおさん、何か用？
警笛声が早くも明らかに。よいしょ、チャンピオンズの方にしよう。Cさん。何か用？これがベストバー体重482キロ。根性はもちろん高いですね。ペコン。うん。何か用？問題なし。さあ、チャンピオンズステークスだったっけ？出していきましょう。あ、翌週か。今週はレースがあるわね。そんなの分かってる。今は出すわけにはいかない。なし。早くもあの能力開示されますね。賢い馬だ。何か用？まずまずかしら。何か用？ベストバ体重です。さあ、チャンピオンズカップ出しましょう。一番人気よ。 2.9 倍一番人気。ただいまより20丸3つです。投票受付を開始します。ロードスターリングが丸20丸ついてますね。逃げ馬がちょっと 多そうですね。この展開がどうなるか。チャンピオンズカップです。秋の中京のメインレース、チャンピオンズカップ、12頭がチャンピオンの座を争います。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。12番ファストフレンドがちょっと立ち遅れ、先行グループからまず見てまいりましょう。レギュラーメンバーが先手を取ります。これを追って6番ロードスターリングであります、片野日没、プリエムネックス、それから8番ユーカー、そして内からはパパゴストロング、B マイ中山がその後ろ。第1コーナー左にカーブを取って第2コーナー、それからもう1頭1番ウィングアロー、参考都市地内を通って4番ワールドクリーク、そしてその後ろからファストフレンド、1番後ろに成田湖まで。先頭の方はどうなっているか。そして1番人気の片野日没、なかなかいい感じ。6番ロードスターリング、ほとんど馬体が合っています。まもなく第3コーナー、その外9番レギュラーメンバー、ちょっと離れて11番プリエミネンスであります。その後ろ3馬身くらいあってユーカー、そしてそのうちにパマモストロング、その外からは3番リーマイ中山、
さあ、あなたの相棒は大舞台で力を見せつけることができるのか。肩、ね、ね、の日没、依然先頭肩の日没が抜け出した。内から懸命にレギュラーメンバー先頭肩の日没、しかし差はそれほどでもない。頑張る頑張る、シート肩の日没、ここでは負けられない。肩の日没、三方の敵懸命に追う、この場は粘れるか。肩の日没、二頭火花散る、火花散る、負けられない。千尋文譲れない。フロー非常に際どくなりました。完全に倒されてるやん。ミカやられてしまいました。残念。1着8番、2着10番、3着7番。レースを終えた馬が戻ってきたわ。歌けない。どうしたの？まずまずかしら。もう少し重い方がいいんだけど、何か用？早送りできるまで早送りしておきましょう。農園で収穫できるわよ。お、収穫できるんですね、農園で。一気にもう豪華な金袋いっちゃいましょう。知ってるかしら。はい、というわけでですね、今回はここまでとなります。知ってるかしら。チャンピオンズカップ惜しかったですね。どのぐらいのクラスから始めればいいのかっていうところですよね。芝はダートも行けますので、大阪杯とかもチャレンジできるかと思います。果たしてこの馬に合うレースは何でしょうね。探っていきながら走っていきたいと思います。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。また、このゲームのプレイリスト、今まで遊んだ動画の記録、説明欄に載せております。そちらもご覧いただければと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。